すごいね、その影響力は。ああ、なっちゃん出なかった、コラボ出なかった。なっちゃんしてみたけど、前に何、いや、なんか私がさらっとこうきちゃんとなつきちゃんがなんか話題になってたから、さらっと話題してたの。そしたらこうきちゃんがコラボ上がってきてくれたんだよ。そう、私がさらっとその話をしちゃったから。あ、そうなんだ。自分以外の同いじゃゴミってた。そうなんだ。前の男にくだらないって言ってた。本当に言ってたの？私のこと本当に言ってたの？それ。私のイベース、アイザーネタで最後通夜でした。私もそれで、ありがとう、ケイちゃん。私もそれで、あれ、ちょっと待って、投げにくいです。あー、なるほどね。あ、言ってたんだ、しょうもなって。まあ、まゆとたくまのことはしょうもないんじゃないの。まあ、それはそうだと思いますけど。そっか。まあ、でも私正直こうきちゃんが何言ってんのかよく分かんなかった。ちょっと早口すぎちゃって何言ってんのか分かんなかった。あ、おじいちゃんもありがとう。問いかけても重ねてくるしね。あ、おはよう。あ、ちーちゃんおはよう。まあ、だから、まあ、でも関わりたくないって言って関わってるよね、こうきちゃんも。あ、誠、ありがとう、誠。うん。関わりたくないと言いつつ、やっぱりその、やっぱこうきちゃんも関わってんなって、自分から。あ、それはすごい分かった。だってその警察とかその、夏希っていう名前を出さずにずっと話してるだけだから、名前を出さずにね。それはまあね、おた、なんかね、そういう話すらしなきゃいいよね。その、ミラーしてるとかさ。あ、ありがとう、いちごパフェ、ありがとう。なるほどね。ありがとう。あ、さーちゃんありがとう。夏希って、違う、女性の人ね。こうきちゃんと喧嘩 してる子。関わなきゃいいのにね。あー、けいちゃん嬉しいです、ありがとう。ありがとう。あー、まあ、じゃあ夏希ちゃんと話して、あ、そっか、なっちゃんから申請できないんだ。なるほどね。それでもう、あ、はじめまして、なつきさん。すいません、私何も知らないのになんか話題しちゃって。あ、全然、逆にちょっと相沢さんの件でミラーすることになって、はい、まゆさんとコラボしてた時ちょっと見合わせちゃってすいません。それは全然あれなんですけど、なんか私何も知らなくって、追ってなくって、なつきちゃんとこうきちゃんの喧嘩とかって、なんでなんか根本、はい、なんでそこうなっちゃったんだろうって。あ、だから相沢さんから話聞いてよみたいな感じで来たってことですか。いや、なんかコメントでこうきちゃんの話をだけ聞くんじゃなくて、はい、なっちゃんの話も聞いてよみたいなコメントが結構あったから、
中立じゃないみたいな。あ、最初に相沢さんと、まゆさんが話するってなったのは、あ、相沢さんから持ちかけた話なんですか？あ、なんかそのコキちゃんがあのコラボ上がってくれて。あ、なんかあの関係ない人を巻き込むみたいでね、うん、特にやっぱあの知名度のある大手さんに、相沢さんは、まゆさん関係ないじゃないですか、うん、その私と相沢さんが仲悪くなってる。そう、何も知らないんですけど、なんかこうきちゃんとは6年前からのガチのリア友で、はい、その時にいろいろあって、はい、配信上でこう喧嘩みたいな感じなの。そうですね、うん、その配信を始めて相沢さんが、はい、でその揉めて、でその揉めごとをね、関係ない配信者さんに相沢さんがこうぶっこんでいくから、こう枠が荒れちゃうっていう、うん、あ、じゃあなんかそのすごい、こうきちゃんから配信上で なつきちゃんにこういろいろ粘着してきたっていう感じなの？いや、あのね、今もそうだと思うんですけど、その全然関係ないまゆさんに話しに行くじゃないですか、相沢さん。それってやっぱりまゆさん普通の配信してるのに、関係ないのに歯とか飛んで迷惑じゃないですか。いや、私が先に話題しちゃったから、まあ、それは、うん、そうそう、それで、あ、そのあ、そうそう、これはこうなんだよってこうきちゃんがあのコラボあね来てくれた、なんか話してたけど、まあ、でもなんかよくわかんなくって話した話感じ、結局なんでこうなってんのかわかんなくて、はい、いや話したらすごい長いんですよ。うん、もうでもあの喧嘩両成敗みたいなとこあって、うん、まあ相沢さんももちろん嫌がらせしたし、私に対して、私も相沢さんに対して嫌がらせしたこともあるんですよ、うんうん、でそこはお互い様で、うん、で私は悪いなと思った部分は謝ったんですよね、相沢さんに。相沢さんは自分の悪いところを認めずに、うん、逃げ回るっていうか、逃げて都合よくこう配信をして、まあ私以外にもあの違うあの佐藤さちゃんとかにも迷惑かけたりしたりして、ちょっと暴走してるから、今こうなんだろう、嫌がらせに見えるかもしれないんですけど、未来配信してちょっとふわっちから追放しようぜみたいな流れになってる感じです。まあでもそのそれでまあ警察動かないと思うから、まあ捕まるとかはないと思いますよ。夏木さんもミラー録音してるんですか？録画ですか？お互いに録画してんのこれ？ん、いや、私は今はしてないです。うん、まゆさんはその関係ないので、そう、する必要がないので。まあ、でもね、私もだから、夏木さんとこうきちゃんみたいなことが、まあ、いろいろあって、まあ、ちょっとしんどいじゃないですか。はい、しんどいですよね、きっと。まあ、実際しんどいですね。その気持ちはめっちゃわかるんですよ。まあ、だから、はい、もう、話題にしない、しなかったら、お互いに、これって終わる、まあ、終わると思うから、まあ、我慢して、我慢して、もうずっとスルーしてったら、相手も飽きるから、もう、今はちょっと我慢しどきだけど、うん、やっぱ、お互いに同じ、ワッチという名の、うん、わかりますよ、それ。配信サイトをしてて、しんどいですよね、うん、同じ職場で。もうそれはもう、もう我慢して、もうだ黙ってるしかないね。そしたらもう、相手も飽きるってかもう、あれになるから。うん、私は、相沢さんが、ふわっちからいなくなるまで頑張ろうと思ってます。あ、うん、もうすごいんで、うん、もうリスナーさんたちも
うん、やっぱなっちゃん頑張れっていうコメントとかアイテムとかもうん、いただいてる以上、やっぱここは頑張らなあかんかなって。戦い続ける。はい、まゆさんのね、その一意見としてね、すごい素晴らしいなって思うんですけど、その通りだなと思うんそうでですけす。やっぱど、精神的にしんどいよりも、やっぱ憎しみが勝っちゃうんだ。いや、憎しみももちろんあるんですけど、やっぱすごいんですよ、もう数が。相沢さんも A 番ながるいいっほていどう。ね。まあ、実際被害にも出てるしね。そっか、まあ、ね、なんで喧嘩になったのかとか、私は知らないしね。まあ、これは戦い続けるらしいです、皆さん。戦い続ける。どういうふうに戦い続けるんですか、それ。いや、それはね、考えてないです、何も。まあね、私はね、何も関係ないしね。ねえ、関係ないように巻き込まれて、本当すでいもまそれっせん。てさ、どっちもどっちだよねって思われちゃうけど、いいの、それ。はい、いいです。どっちもどっちやでって思う人もいるんだろうなと思いながらそうやっなんてまだ。す。実際の問題、本当のことだし。そっか。まあね、まあ頑張ってください。すいません、私なんか介入しちゃっはい、て。すすす。いやいやいや。まあでもね、しんどくない？大丈夫？いや、しんどいですけど、やっぱりやる気いるしかないのかなって。なるほどね。まあ、なつきちゃん頑張ってください。はい、薬病神なんで、本当に関わったらすごいしんどくなりますよ。これだけは本当にちょっと悪口になっちゃうけありがど、とうございます。はい、運気吸われるんで。ありがとうございます。はい、すいません、じありゃがとうございましまたた。ね、な。まあ、結局なんで、なっちゃんずっと我慢してきたのにまだ我慢しないといけないんですか。まいちゃん根本的なところ勘違いします。でも、なっちゃんの話聞いてくれてありがとうございます。失礼します。ありがとう、なっちゃんのりさんさん。なっちゃんずっと我慢してきたのにまだ我慢しないといけないんですか。我慢しないといけないんですか。いや、自分の経験